餌を持ってきた親を威嚇するような格好してるんですよね。学校は特にその自分の子供を別の鳥に育てさせるというそういったあの面白い行動をするので、古くからいろんな人が注目してきたんじゃないかなと思います。ヨーロッパには基本的に各国一緒にしか住んでなかったので、研究者の注目が全て各国一緒に集まったということです。だけど熱帯の方に本当この30種も40種も別の種類の各国がいて、違うあの行動を進化させているわけで、そういったことには全くこれまで目が向いてこなかったんですけど、今までないと思われてたことが次々に発見できたので、それが一番僕らの研究で良かったところですね。楽もしてるし苦労もしてるんだと思います。もしタグランが一方的に楽なことならば、もう世界中の鳥の半分以上タグランしてるかもしれないですね。すごい自由に研究やらせてくれる。なんかやりたいって言うと大体ええんちゃうって言ってくれます。やっぱり基礎的なことすごい重要する感じなので、最初にちゃんと鳥を知らないままにこう実験とかそういうのをしようとすると、やっぱりすごい止められたりとか、もっとちゃんと見ろっていうふうに言われます。虫だって鳥だって魚だって自然界の仕組みの解明点の、これはもうサイエンスの一番根本ですよね。それはやっぱ生物が、生き物たちが地球の環境の中でどんな進化を遂げてきたかっていうことは、やっぱり人類の行く末考える上でも非常に重要な人類にとっての知識ですね。自然界のいろんな面白い現象みんな見てるんですよ。みんな見てるんだけど、それは本当にどんだけ面白いことが、どんだけ科学の人も役に立つことかに気がつくか気がつかないかは、すごい気がつくっていうことは研究者としての力は力量だと思います。やっぱりあとは机の上だけじゃなくて、実際やっぱりフィールドに出て野外で生き物と向かい合って、生き物の姿をじっくり自分の目で見ることが大事だなと思います。日本の生き物の研究者ってあんまり知られてないと思うんですけども、世界で第一線で活躍している人もいるっていうのが皆さんに伝わればなっていうふうに思います。大谷に預けたカッコール研究の最前線、お楽しみに。